瘴気は古代から19世紀まである種の病気を引き起こすと考えられた悪い空気、気体または霧のようなエアロゾル状物質と考えられた。瘴気で起こると考えられた代表的な病気はマラリアで、この名は古いイタリア語で悪い空気という意味のマルアリアから来ている。マイアズマ、ミアズマ、ミアズマともいい。これはギリシア語で不純物、汚染、汚れを意味する。漢字の瘴はマラリアなど熱帯性の熱病とそれを生む風土を意味する。古くは古代ギリシアのヒポクラテスが唱えている。彼によると病気は悪い土地、悪い水、悪い空気などにより発生する。悪い空気、つまり瘴気は悪い水、つまり沼地や湿地から発生し、人間がこれを吸うと体液のバランスを崩し病気になる。また、こうして病気になった人間も瘴気を発し、周囲の人間を感染させる。瘴気説は、病気の原因はノロギやたたりだとするような考えよりは、物理的な原因を想定している分、かなり前進している。マラリアを媒介する蚊は、悪い水で繁殖するため、悪い水の近くにいると、マラリアにかかりやすいというのは事実であり、それから、推論、一般化した考えだとみなすこともできる。中国でも遅くとも唐代には、悪い水が瘴の原因らしいと認識されていたようで、ある。17世紀イギリスのトーマス・シーデナムは、瘴気が起こす病気として、天然痘、赤痢、敗血症、ペストなどを挙げた。また彼は、瘴気は地球内部から発生すると主張した。19世紀イギリスのエドウィン・チャドウィックは、瘴気説を根拠に下水道の整備を訴えた。また、19世紀アメリカのジョン・ゴーリーは、空気中の瘴気を除去するために、氷冷式エアコンを発明し病院に導入した。悪い水や悪い空気が病気の原因だという考えは原因と、結果だけ見ればそう間違ってはおらず、公衆衛生においては一定の成果を上げたと言える。一方、古代ローマのバロは、瘴気とは、気体ではなく微小な動物だと主張した。これは、マラリア媒介化のことだと解釈すれば、真実を言い当てていた。しかしこの考えは、瘴気説の主流とはならなかった。16世紀イタリアのジローラモ・フラカストロは、病気が伝染する原因は、微小な生物である、contagium vivimとの接触だと唱えた。彼の主張は、contagium vivimの正体が未知であることを除けば、現在の病原体に対する理解と変わらないものであった。その後、1674年にアントニ・ファン・レーウェンフックが微生物を発見すると、微生物こそがcontagium vivimではないかという推測が現れた。ルイ・パストゥールは細菌による発酵と腐敗を研究した結果、contagium vivimの正体は細菌だとする説を主張した。1876年、ロベルト・コッホが炭疽症の病原体と推測されていた炭疽菌が実際に病原体であることを実験で証明した。その後も次々と感染症の病原体が発見され、瘴気は否定された。19世紀には、これらは瘴気によるものと考えられていたホメオパシーでは、瘴気から派生した概念であるマヤズム、かな表記は、英語式発音。マイアズムの転化。稀に、ミアズマともがあらゆる病気の原因だと考える。ただしマイアズムは人間に内在する病因とされており、外から作用する病因である瘴気からは大きく意味を変えている。ありがとうございます。